皆さんこんばんは。これは前作のアルトリウスの剣です。だいぶ時間が経ってもうボロボロになってます。アルトリウスが左手で振ってたせいか、左手に持つと攻撃力が上がります。あとはこんな感じ。これも前作からの装備ですね。それでは行きましょう。王の指輪が手に入ると各地にある扉が開くようになります。王の扉は3つあるんですが、そのうちの1つ、虚ろの森方面にある扉を開けます。この扉です。証を閉めてと表示されるので王の指輪を装備します。装備した瞬間に扉は開くので、すぐに他の指輪に付け替えて OK です。ここがアンディールの館です。このアンディールという人物については説明すると結構長くなっちゃうので、この館を進みながら説明していきますね。まずはルカさんとお話ししましょう。お久しぶりです。 Who are you? Oh No, forgive me. I know you. Yes, of courseHow goes your journey? I know not what you seek in this faraway land, but I pray for your safety. Please take these. ありがとう。 Consider this thanks for keeping me sane. My name is Luca Teal.I beg of you, remember my name, for I may not myself. My name is Luca Teal. I beg of for... 大丈夫、忘れませんよ。たまに皆さんって間違えるけどね。ここでルカさんイベントは終わりです。それでは館の中に入りましょう。それで、アンディールという人物ですが、この人物は、バンクラット王の実兄です。兄弟でドラングレイブを起こしたらしいんですが、仲違いして、この館に幽閉されたようです。ちょっと待ってくださいね。ここで闇霊が出ますので。この人はおそらく、ルカさんの話してた兄ですね。霧が落ちて、こっちもダメージ受けちゃいますね。今のがこのアルトリウスの剣の特殊攻撃です。前作でアルトリウスが使ってた兜割りを再現したものですね。この剣は他にも二刀流時に特殊攻撃ができます。片手持ちの R2 強攻撃も特殊モーションです。ただこれ、大欠点があってですね。今に頼ませたのは別にて加減したわけじゃないんですよ。左手に持つので、致命攻撃で使えるんです。右手に何か、サブウェポンを用意しないといけないわけですね。さてじゃあ、続きをお話ししながら進みますね。そのアンディールという人物が、ここで何をしていたかというと、いわゆる、人体実験のようなことをしていたようです。まあ人体というより、生体実験ですか。ここにはその実験で使われた生物がいます。実験で生まれた生物は、すでにこの国のあちこちにいるわけです。城を守っていた、巨像の兵士もその一つ。要するに、キメラとかを作ってたわけです。おいおい説明しようかと思ってたんですが、話がわかりにくくなりそうなので、この機会に説明しますね。アンディールの目的は、増産兵士を作ること、ではなくて、
前作をプレイした方にはおなじみの、お湯を人工的に作り出すことです。その材料として、巨人のソウルを使っていたので、それで激怒した巨人たちに、襲われたわけです。バンクラッドは、海を越えて巨人の国まで遠征して、巨人たちを捕まえてきていたようです。そしてその巨人たちを材料に、いろいろな実験をしたわけですね。城にあるゴーレムも、その産物のようです。右手に極限持ちました。スタブできませんし、バックステップカウンターでも使いますしね。ちょっと、赤モブと戦います。こいつは別に異常でしか出ない敵で、森人シリーズは、こいつからしかドロップしません。誰かに相手が触り込まれちゃうね。これが片手持ち時の特殊攻撃です。今度はうまくしました。この剣は、ダウンロードコンテンツ、鉄の剣の専門箱に入ります。欲しい人は買ってね。ていうか、もう、ダウンロードコンテンツ買うよりは、新高画質版を買った方がいいですね。このサイクロプスか、オーガか、ムーミンかわからないやつ。特殊攻撃も持ってるし、苦手な方も多いと思うかな。実は本心は、多少骸骨が効きます。防御は効きません。骸骨の方だけです。これだけ数がいると、逃げた方がいいね。こいつらは、ここには入ってこれません。この剣。さて、このムーミンですが、せっかくなので、扉を開けてもらいましょうか。ほら、早く来なさい。この扉は、実は開きません。鍵も存在しません。開けるには、ムーミンに壊してもらうしかないです。こんな感じ。骸骨があれば、簡単に移動できます。こいつが苦手な方は、ぜひ使ってみてください。中にはこんなものが入ってます。大土なんですが、何かの生き物の歯のようです。気持ち悪いね。あ、それで、新高画質版の話に戻りますが、私もダイレクト11版を買っちゃいました。Amazon で買ったから、
届くのは遅いんじゃないかな。それでですね、この今やってる旧ダイレクト9番とは別にダイレクト11番を1から出して並行してアップするつもりです。こっちはあくまでストーリーを追う動画です。新版では会話などは飛ばしているつもりです。細かいことはその新しい方の動画でお話ししますが、こっちはオンライン状態でプレイしようかなと思ってます。他の方のダークソウルの動画で昔拝見したんですけど、動画を見た方は7位を教えてください。すぐにライブを決めとく。それで侵入してきた方が動画の視聴者かわかるっていう内容でした。あれ楽しそうだなーって思ったので、そんな感じの動画にできるといいなと思ってます。まあやってみないとわかりませんけどね。それではボス戦です。耐火性能を上げてます。こいつはね、ボスというよりただの盾です。普通の積み上げボスとは少し動きが違うんですが、基本的に同じやつなので、マラソンした方は苦戦しないと思います。ブレスが横投げになってるのか少し違うかな。この鱗、竜の制約をすると集めることになるんですが、対人戦をしないと集まらないので結構大変なんですよ。特に探求者を連れてマラソン中にもいいと思います。モビルとシリーズ集めもできますしね。60fps テスト動画でもご紹介しましたね。Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse.It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Do not resist. The dragon welcomes you.シャナさんの言ってる竜は、固有のことです。雑魚の守り竜のことではないのでご注意。着替えますね。リカールの試験です。特殊攻撃が月の連打になってて、なかなか強力です。この指輪もつけてます。もうどんな場所かはすでに紹介済みなので、トカゲや竜はすべてスルーしますね。後で一気に回収しておきます。
てて、やらないと進めないんですが、卵割ると後で言うに仕返しされます。釣り橋を壊されるらしいです。私はやられたことないんですけどね。しますね。
ここから先は、さすがに倒して進むしかありません。喋ってないよね。
もらった灰の霧の核というのが、必要なんですよ。これがあれば、記憶の中に入ることができます。さて、戦う必要は全くないんですが、アンディールの話を裏付けるために、戦ってみます。この固有のブレスは、即死するほどの効果力なので、耐性を可能なだけ上げます。これで非耐性、1130です。アンディールは巨人を材料にして、固有を作った、って説明しましたよね。これがその、作られた偽固有なのか、確かに。固有はいないの？ということになりますが、ここはフレイディアと戦った場所です。ここにあんな謎の物体が出現してます。上には固有らしき死体、灰の霧の核があればこの固有の記憶に入れます。僕の中でも死んでるんですが、ここで本物の固有のソウルがもらえます。
私がいつも使ってる、竜の大極拳は、このソウルで作ることができます。ただこれ、説明文では、祭祀場にいることになってるんですよね。まあ老気ミスかもですけど、混沌の試験とか、間違ってたの直されてますし。それではご視聴ありがとうございました。またね。